お、水、間ありがとうございます。これは何年生とかなんですか？82年。あ、82、結構古い。新しく見えるのは塗装してるからか。すごいな、いろんなバイクが流行ってる。こちらはもともとこういう風に、まさか違う、全然違う、全然違う、全然違う、こういう風になってるわけです。全然違う。あ、同じだ。じゃ全然違う。全然違う。全然違いますね。こっちも。あ、こっちも同じタイプ。でも元コンポ。もともと形的にはこういったタイプの。フリーウェイ初期の古いウェイのこと。初期型のフリーウェイ、メット入んないやつ、250フリーウェイ。エンジンはだからホンダのこのフリーウェイだ、フュージョンとかと同じエンジンだけど、エンジンはマフラーは変わってるな。マフラーはあのフュージョン X のマフラー。なんかこれも変わってますか？サブはね、景品の FCR。FCR だ。本来ラジエーターがこんなとこで、ここについて。結構すごい。D-Wayはこういうフレームだったのか。ビッグスクーターを裸にしてこうやっていじる人が、はい、増えてる。うん、てかね、クソ安いゴミだ。だからね、裸にしてこうチョップしてなんか綺麗にしちゃってる人多い。これもまあ前ブレーキないじゃん。リアリア。前ブレーキない。前ない。結構怖いですね。だから慣れないとね。あとあのテストも最近ねビッてやる。怖い。らしいんだ。あ、おめでとう。お久しぶりです。いや、色も素晴らしい。かっこいい。バラバラにしていろんな色が。あ、あれ黒い木がありちゃったりしてね。あれ、ウィンカーはあれ？ウィンカーはね、ロードバッグはこれなんだ。あ、超小型ウィンカーがね。ちょっと割りづらいかもね。昔は基準がダメなんだけど、今はすごい光量、光量があるから。いや、もう考えると、今回のスーパーもまた欲しいなと思いつつも、リーウェイでした。はい。そして懐かしのライブディオ ZX。いや、綺麗な個体ですね。相当綺麗にしっかりとコンディションが生きられています。これは初期型のシグナス。初期型。そしてフロントアップをしっかりしていく。でも部分的にいろんなものがくっついてる。オイルベースはかなりアクラってる状態。これでフロントの方からかなり変わるんですよね。フーだよね。これが開いてない。お、これはなんだ。これはあのスロットルボディって、結構外のパーキングエリアも面白いマシンに止まってますね。ダイレクトにこっからガスが出てる。なんかどういう座り心地なんだ。いや、ここに座るよ。ここには座る。ここに座るけど、こっからガソリンが面白い。ビハッとアタックを置いてきます。じゃあ乗ってるとこ見てみたい。ここに乗っておならで点火すれば、おならでも動くかもしれないね。あ、これもいいですか。一時的に動くです。初幕 OK。 ジョグ90ベースの、あ、すごい。これさ、スーパーチャージャーなの。スーパーチャージャーっていうか、あのあれだよ、ブローってあるじゃん。あ、ブロワーか。ブロワーをベントに使ってる。まあ、日本では販売されたのは平行輸入だったかな。エア
これ何なの？これをベースがシグナスXの12製だけど、モスがついてる。ヨーロッパだと、モスって何ですか？ちょっとチューニングができるタイプのエンジンです。加速装置で。加速装置。ニトロっていうようなゲーミングだったかと思いますけれども、その中に入ってる。中にヤバいものが入ってる。すごい回転数まで回ってるんですよね。空気を増やすと酸素量が増えるから、そうすると加速的にパワーが上がる。すごいな、最近のスピードランスのカスタム自動車がかなりですね、相当速くなってるよ。これが去年に比べても、その速いなと思うシグナス X の台数が増えた感じがあります。ビリビリって剥がすとこういう感じになる。でそれをこうエアブラシでこう枠ぐりとかするとこういう感じになる。続いては 4VPH 化のアプリを。っていうかな、こっちの方が大変だ。これはそんなでもない。こっちの方が大変だ。いちいちマスキングして、多分毎回シルバーを塗ってマスキングしてキャンディークリアとかイエローとか塗ってて、これどんどん重ねてこう緑は、ね、別でやってまたこうマスキングして塗ってたりとかしてるんで、今のは何度も何ヶ月ほどして塗ってたりこんなの倒すからそれになるさあ今スタートラインでは本気の白煙が上がっています。バーンアウトコードまで持ってきてアタックを行うマシンというのは相当な本気ですからね。ドーロングフォルムの新しすぎてドラッグマシンのフォルムを持った搭載するマシンがスタートラインに進んでいます。今これが現行型です。まあ、もちろんちょっといじっちゃいますよ。これもニトロついてる。これってワンツー？あー、これはかなり速いですね。マフラーがなんかちょっと相当な速さを持ったシグナス X、うん、ドーロングフォルム、まさに F32 年の1マイルのスタイルでアタックを置いていく、相当速かったです。だよね。うん、これいいよ。ハイパーランド。はい、あ、ハイパーランド、ハイパーランド。これはハイパーランドというのは、そういうスルーのバイク。一応ね、このままでもハイパーランド。これ新しくこう。もともとハイっていうのがあって、あの、ね、当たり目師匠の当たり目師匠のとこに青いのがあって、あれが元の形 でこれは新しいので、ちょっと足回りとかここら辺がマスクがついたりアンダーカウダーなんかちょっとレーシーになって、それをベースにしてただいま行われております。3本目のアタックはこの後残り時間は20分。エンジン何これ、あのベース110ベースで大変なことになってる。110ってあの今の4サイクルのやつ、4サイクル、あ、ツーストのあのダメなやつ、そう、ツーストのあの大きいやつね、うん、エンジンをシリンダーを、うん、RS125 のシリンダーを加工して作る。レーサーのRS125 のシリンダーをつけてパワーアップしてる、うん、ここにあるのはすごいやつばっかりだな。これゆるキャン、ゆるキャン仕様か。これ新しすぎて俺には分かんない。ビーノだ、ビーノ。イブスけどちょっと違うぞ。イブスマイル、外装だけイブスマイル。全然別物です。エンジンはズーマーキーを使ってるかな、フレームだけを、だからイブスマイル外装だけ使ってる。こうするんだったらイブでもタクティでも何でもかっこよくなるね。付け替えてるだけみたいな感じになっちゃう。
これバハみたいな。ベースは。多分ベースはビオバハなんだけど。うん。ガッチリ。めっちゃ好き。さっき32分の1マイルだ。これが走ってたの？ノーマルのハンドルをこのままだ。ノーマルのハンドルっていうか、ビオバハのハンドルではない。ビオバハのハンドルはこういう、こういうハンドルだから。うんうん、そうだ。ノーマルの普通に27でよ。でかい。もともとなんか、ビオバハじゃないかも。うん。車体ナンバー見ればわかる。私はかなり見たことがあるから。フレート見えん。これはパセッタ。パセッタだね。でもなんか面白そう。パッソルとかパストーラとかが派生シャツだから。うん。パセッタってここに。特有なのはここにこういう一本刺すんだ。物刺す。まあ、だからちょっと見た目が違う。でもここら辺とかハンドルとかがどうしたんだろう。本当に曲げたのかな。ちょっとちっちゃいですね。タイヤもちっちゃいから、ね。本当はあの細い10インチのタイヤだけど、これは丸くなった。軽い方に来ましたね。スーパーサボさんの。バツオバ。大きさ違うの。タイヤが分類ちっちゃい。タイヤが多分こういうような。これも違うけど。これもまた違う。これが違う。ビートってこれ何？何だったの？加工したの？そのままアウトは思えない。スライスメイドバイ GMC。 GMC が何だかは知らないけど、ここら辺までよくわからない。マリックとリリックの違いがわかんないな。これもわかんない。リリックは乗っかってない。乗っかってないね。え、これいつのだ。可愛い。いつのですか。なあの女優さん名前出てこない。桃井かおり。そうだ。そうそうそう。あ、若い。若い。そうだ。これも確かステップはこういうカバーが。うん。あのサックドライブ。見てください。可愛い。マリックはサットドライブで、リリックは普通のなんか違うのかな。リリックはみんなシャフトじゃなかったんだっけ。みんなシャフト兄弟じゃなかった。シャフト兄弟か。シャフト兄弟でちょっとデザインが違う。リリック、マリック、もう一人なんかちょっと名前の違うのがいたような気がするな。ミスターマリック。三兄弟じゃなかったっけ。これはコレクを見るとだいぶカスタムしてますね。はい。シャフト伸ばしてるんだからすごいよね。伸びちゃってる。普段ついてる。いや。リリック、マリック、ポエットじゃない？ポエットもあるな。あるな。これは GCX とアスクの GCX のった感じはノーマルがこんな細いからね。 100だからさ。エンジンを遅くしてるんだ。すごいね。
それでもやりたくなる。ちょっと行けばやりたくなる。まだ全然話せらねえんだけど、超お腹いっぱいなんだけど。これはホンダのズーマーっていう4サイクルで、ホンダいた、ズータンいたでしょ、今話した聞こえたから。じゃあご無沙汰します。何年ぶりですか。カッパのツータン、カッパのツータン、うん、と呼んであげて。米沢 GTF 米沢